発するゲリラ豪雨は急激な雨量の増加をもたらし、浸水などの災害を引き起こしています。特に近年は都市型ゲリラ豪雨が多く発生し、店舗・事務所などが浸水し、サービスの供給停止や事業の滞りが発生するなど、甚大な被害を被るケースが増加しています。この都市型ゲリラ豪雨から店舗・事務所を守るのが鶴見簡易止水装置おうち守るくん OMK 型です。おうち守るくんは独自の止水技術により冠水時でも出入り口が使用でき、また凹凸面のある床面でも高い止水性能を発揮できる画期的な止水装置です。おうち守るくんは土のうなどの従来の浸水対策では実現できなかった悩みを解消します。おうち守るくんは専用ポンプの高い吸引・吸水により空気と水を吸い込みます。その結果、本体内部が減圧されて設置地面にしっかりと吸着し、漏水を防ぎます。そのため自動ドアなどの開口部に設置した後でも人の出入りが可能です。おうち守るくんは専用ポンプの高い吸引・吸水により本体底面と設置地面が密着することで、平らな床面はもちろんのこと、展示ブロック、タイルなどが敷設している凹凸面でも止水効果を発揮します。エントランスの形状は様々です。おうち守るくんは独自の止水技術により自動ドアはもちろん、内開きドア、外開きドアにも設置することができます。おうち守るくんは必要な時に手軽に使用できます。事前工事などは一切必要ありません。それではおうち守るくんと利便性の高いとされる吸水土のうとの止水性能を比べてみましょう。吸水土のうでは水位が高くなるにつれて徐々に漏水しているのが確認できます。おうち守るくんを出入り口の外側に設置して試験を行いました。地面には展示ブロックが敷設してあり、凹凸がある地面で水位が上昇してもほとんど漏水が確認できません。外開きドアに対しては屋内設置が有効です。おうち守るくんと吸水土のうとを比較すると、その止水性能の違いは歴然です。おうち守るくんは設置も簡単です。本体は主に発泡スチロールで構成されていて軽量です。ご覧の通り、女性でもおよそ3分程度で組み立てが可能です。組み立て後は本体が浮き上がらないように水を注ぎます。多様な開口部に対応し、設置時も店舗・事務所運営が可能で、高い止水性能を備える鶴見簡易止水装置おうち守るくん。多発するゲリラ豪雨による身近な水害から人々の生活を守ります。